飛躍修行は腹から出ます。あのこいしょ腹を守れよこりゃ若元でよ、ちょいなちょいな。バカに顔色があるようやが、どうかしたんか。ありがとう。どうもね、うん、この間から一個体がね、うん、すぐねんのんで困ってんですわ。うん、それはいけませんな。はあ、そう言うと君はね、はあ、どうも最近この声に力がないと思った。ああ、そうかね。で、一体どこがあり？それがどことなくね。うん、それはいかんな。ああ、第一頭が重たいですね。うん。そうして足が重たい。うん。足が腫れてるんですわ。ああ、そうか。ああ、軽いのは我慢口だけですわ。そんなアホなこと言わない。何しろあんた目がジャンジャンしてね。え？で、耳があんたかすむんですが。ちょっと待ちおい。え？耳がかすんで目がジャンジャンって言うに、それはあっちゃうこっちゃやない。さあ、そのあっちゃこっちゃが悪いんですがな。そんなややこしいものの言い方すなり。ああ。病気の悪いのんきなとこがあんなけど。ありがとう。ありがとうやらへんがな。ああ。しかし、頭が悪いとは言ってもよくないやないか。物忘れしましてね。そうやろう。この間もね、うん、百貨店さしてね、うん、ネクタイを買いに行ってね、うん、百貨店でネクタイを買うのをくるっと忘れましてね。頼りない男やな。女房のズロースをこうて帰ったりしたんですがね。だいぶ頭が悪いな。で、帰りにね、うん、食堂へ入ってね、うん、お寿司を食べてるとね、うん、向こうのテーブルにね、うん、64号のおばあさんがね、うん、僕の顔を見てね、うん、しぎりにニコ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 笑うんですよ、うん、それは君が知ってる人でしょ。ああ、僕もね、うん、どっかで見たことあるんですけどもね、うん、それが思い出せないんですよ。そうなると君しかし気持ち悪いな。あら実際ね、うん、まんじりともその世はできなかったね、うん、気になって。そうでしょ。朝起きてね、うん、顔を洗おうてね、うん、お膳の前に座った時にね、うん、おもれんですよ。初めてね、そのおばあさん思い出したんです。それはよかったね。で、そのおばあさんはどこの人？それが不思議なんですよ。不思議？もう、そのおばあさんね、うん、僕のお母さんやったよ。アホやな、君は。ほんまにいいな。どこぞの世界にね、はあ、自分のお母さんの顔を忘れるやつあるか、君。なあ、母親ぐらい忘れるのなんでもないことですよ。え？お酒飲んでみな、我が身を忘れるがな。だいぶ変わってるな、君は。うん。しかし、君は早直さないかやないか。あ、いいな。それで何か、お腹の具合はどない？腹具合はね、年百年中悪あすわ。いかんねえ。はいな。便の方は？便の方は通じませんがな。食欲は？食欲も無論あんた進みませんがな。困っとるんですがな。それは何やねえ。君は胃腸を患ってるな。胃腸ですか。うん、もうこれ胃腸悪かったらもうどうしようじゃんと思うわ。そんな決定ね、それを言うな君。はあ、つまりね、うん、頭が重たいとか両眼がかすんだり耳鳴りするというのはね、はあ、みなきに原因は胃腸ですからな。あ、さようか。第一その胃腸を治さんときにいかねえ。なるほどね。じゃあね、はあ、僕が君に良い知恵を貸してあげよう。良い知恵を、うん、ならまあ空いたら返しますよってに。お品物書いてんの言うなよ。はあ、いや僕らでもね、うん、達者そうに見えてますが、これでも僕のお腹の中にも細菌がいますからな。おー、細菌と言いますと？つまり、バイ菌ですわ。バイ菌？うん。何匹ほどいるんですか？何匹って数はわかりませんわ。おー、ずいぶんたくさん飼うとるんですね。鶏を飼うてるように言うなよ。はははは。そんならこの、何ですか？え？その、バイ菌のために、こんなに体が悪いんですか？まあ、要するにね。はあ。その細菌のために、腸の中に毒素ができるんです。でその毒素のために今君が言うたいろんな病気を起こすんですな。なるほどね、うん、そんならなんですがバイ菌を退治る方法はないんですか？それはね、はあ、ロシアのメチニコフと言うてね、はあ、あっちでもこのお茶漬けを食べるんですね。お茶漬け？はあ、なんや。いや君今言うたやないか、メチニコフちゅうて。何を聞いてんねんな。何を言うてんねんな、君。黙って聞けよ。はよ、言えよ。お偉そうに言うなよ。はあ、メチニコフという、はあ、つまり偉い学者がね。はあ、そのメッチャンがどうしたん？メッチャン？はあ、おい、凍らせそうに言うなよ。いや。つまりね、はあ、腸内の有害細菌を殺すことを考えたんです。なるほどね。生意気なやつだな。黙って聞けよ。え？その有害細菌を殺す、うん、ある種の細菌を飲むんです。はあ、誰がですよ。誰がって、まあ、例えば君が。僕が、うん、いや僕がバイ菌を飲むんですか？つまりね、はあ、害のある細菌を殺すことのできる細菌を飲むんです。なるほどね。どんな菌です？ FA 菌剤と言うてね、うん、つまり生きている菌と同じ作用のある特殊な微生物を主とした薬を飲むんです。この FA 菌を飲むとね、はあ、お腹の中の悪いバイ菌が死ぬ、はあ、従って胃腸の働きが良くなり、うん、便通とともに食が進む、
血液の循環が良くなるんです。ほんとまた結構な薬ができたんですな。いや、その上にね、このヘフゼ菌剤にはね、ビタミン B が多量に含まれているからな。結構ですな。飲めば飲むほど体が丈夫になって。なるほど。そして頭がはっきりしますから。ああ、頭がはっきりすると自然に金回りも良くなりますって。ああ、もちろんのこと。笑う角には福来たんですな。ああ、笑うためにはまず健康ですな。そうそう。いや、これはね、英語と押してもらいました。いやいや、ちょっと失礼させてもらいました。君。い？慌ててどこ行くの？いや、どこ行くってね、そのヘフエ菌をね、取りに行くんですがな。ヘフエ菌をどこへ取りに行くの？いや、どこで君昔から決まってるやないか。これからちょっと佐渡へ行ってきますか。ほー、佐渡にそんな菌があるか？ありますとも、あんた、佐渡にはね、なんですがな、昔から菌は佐渡に決まってますがな。慌てもねやな、君は。い？そんな遠いところ行かんでもね、近所の君薬屋に売ってるやないか。薬屋に？ほう。錠剤若元と言うてね、今から君すぐに買ってきなさいよ。ああ、若元ですか。そうやん。そうか。いつだって知ってますわ。そうや。そんならね、これから若元をね、全部買い占めてね、もうどこもやらんとね、若元にしますわ。いや、それは我が物にしますわよ。いや、若元って聞いただけでね、元気ついてきた。じゃあ、その元気で一つ歌おうか。歌おう。あ。若元よいもの一度はおのみどこいしょ腸の中身のこりゃ毒を消すよちょいなちょいな